こういう状態と、はい、そこからどういうふうにカットしていったかっていうのを教えてください。まずビフォアの状態は、肩下の長さの、伸びたボブ、あまり段も入ってない、切りっぱなしのボブというような感じでした。でそこから、今回切ったのは、少し前下がりに切り直して、襟足から少し長めの顎下のボブに長さを前下がりで切って、で今回は切りっぱなしじゃなくてちょっと毛先のそういう浮遊感とか春っぽい動きをつけるために髪のそのフォルムの表面に丸くなるようなレイヤーを入れて段を入れています。はい。で顔周りも同様にこの前下がりで切ったここのコーナーはなくさないようにしながらここの顔周りに動きがつくようにレイヤーを同じく入れて、切ることによって、髪をこう前にフォワードに持ってきた時にこういう動きが顔周りに出やすいように切ってます。でそぎは基本的には重さを残したボブのスタイルにしながら動きを出したかったので、薄く全体をそのブランドカットで切ったアウトラインを壊さないようにしながら薄くまず全体を削いで、でその後にこう間を間引くようにして、セリングを入れることによって束感を作りながらフォルムはきっちりと形を残して毛先に重さを残していくようなカットをしました。でまあ、その後クロスオーバーカットっていうのをして毛先を少しなじませることによって、まあ硬い動きにならないような処理をしてます。はい。で前髪は今回まあ彼女の顔が、逆三角形の、顔だったんで小顔を考えつつ、少し彼女の雰囲気に合うそのトレンド感のある、おしゃれな部分を入れたかったので、まずこのメインバングっていってこうおでこに下ろすところは幅を狭くして少しシースルー状になるように前髪をこういうふうにラウンドに切りました。でその後このサイドバングという顔のこの横幬をコントロールする部分はちょうど頬骨の下ぐらいに毛束感が来るようにそこはあえてちょっとこう束感が出るように切って、で大体は顔周りってこうなんだろう前というか前が短く後ろが長いっていう風に切るのをあえてその顔周りだけ前下がりにラインを切ってるんで、そうすることによってこういうその前にかかってくるようなラインを作って彼女が持つそういうちょっとイノセントな雰囲気を生かしつつ小顔にもなるというサイドバングに今回はしました。カットは、そんな感じかな。彼女は結構髪の毛が柔らかくてその癖を生かせそうだったので、基本的にコテとかで巻かずに、まずそのハンドドライするウェットの時からハンドドライする時から根元をうまくこう動きが出やすいようにかこう手を何て言うんですかね、揉み込むように乾かしながら根元のラフさを出して、で毛先は少しこう指でねじりながらこう転がすような感じで、柔らかいカール感を作って今回は、乾かしたと。でそれによって彼女のナチュラルな癖が生かされるようなこうベースのこういうカーブがある、動きになって、でただ表面だけは少しそのスタイリングで綺麗に見せないといけなくてこうパサパサしたように見せないように表面だけロールブラシを入れてツヤを出してます。でその後は、オイルを、この顔周りは根元の方からしっかりとつけて、で毛先中間も下からこういうふうにスクランチするような形でつけることによって、元々あった彼女のそのドライ状態の癖をさらにより強調するような形でオイルスタイリングをしています。はい。でそのオイルスタイリングしたものをちょっとモデルさんの雰囲気を見ながら、
こう揉み込みながらこういう動きがある部分とこういう外に跳ねる部分をうまくミックスをして少し今っぽい感じのレイヤーが入っているボブスタイルを作りました。チェンジしてからはちょっとそのオフザフェイスといってオイルを根元からまあさっきつけてるんでそれをうまくこういうふうにオールバック風に活かせてこう耳をかけることによって少しこう後ろにこう流すようなオールバック風なスタイルで毛先が少し外に跳ねるような感じで前髪もさっきよりはさらにもっと少なめのそのシースルー感があるぶつ切り感を出すことによって少し大人っぽくトレンド感の強いスタイルに、まあ、2つ目はした感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございました。